おはようございます。キーキーラジオスピンオフ企画朝しぼりキウイニュースをお送りいたします。夏目のキウイです。今日は2023年2月8日水曜日です。本日のトップニュースは、最近キウイの NFT アートが売れているです。キウイは5次元ユーフォリアとしてアダムバイ GMO さんからいくつかの NFT アートを出品しています。キウイにとっては昨年から始めたばかりの新しいプロジェクトなのですが、すでに数枚売れました。売れている作品はどれもペンタブ使ってキウイが描いたデジ画ばっかりです。キャラクターはブルーティーンのキャラクターが多いですが、キウイも登場しています。つい最近も1枚新たに出品いたしました。バレンタインに向けた絵のメイキング動画も YouTube で出しましたので、そちらも合わせてご覧くださいませ。やはり売れると嬉しいですね。とってもいい気分になります。皆様もきっといいことあります。深夜帯の皆様もゆっくりお休みくださいませ。